やまやでラーメン食べて帰ろう。大将が歌い踊るスーパーザキリ。現場の西山さん。はい、ラーメン西山屋天気予報11月9日ですね。皆さんおはようございます。なんで音楽ないのか知ってます？そうですね、自分の携帯が調子悪くて。そうですよ、はい、大将の携帯で撮ってるからです。その通りです。じゃあ木村君の空見ましょうか。はい、どんな感じですか？そうですね、今日はなんか綺麗な天気です。曇りのち晴れ、今の気温が9度、最高気温が18度。はい、今朝の6時過ぎぐらいですね。はい、そういえば知ってます、ラーメン西山屋のバイトって木村君って2人いるの知ってました？え、そうなんですか？今日の木村君は、はい、銀次、はい、弟の方ですよね。弟です。お兄さんもいるんですよ、知ってました？そうです、お兄さん、兄貴います。そう、声似てますよね、多分。似てますかね。天気予報も2人でやってくれてるんで、はい、どっちがお兄さんか、どっちが兄貴か、弟か。はい、今日はどっちの方ですか？今日は弟の方ですね。弟の方ですか？はい、銀次君の方ですね。はい、元気な方が銀次です。さすがですね。はい、自己アピールが強いですね。そうですね。じゃあ、みんな知らなかったでしょ、多分。多分知らなかったです。知らなかったでしょ。同じ人間だと思ってた。そうですよ。兄弟でやってます。はい、ありがたいですね。はい、ありがとうございます。こちらこそ。ラーメン西山天気予報また見てね。じゃんけんポイチョキでした、今日は。